違う。違うって何が？ここのアルス、なぜ本当の姿でいないのかしら。わかるのか？どういうこと？あれはイーラのアルス本来の姿ではないんだ。遥か昔、イーラのアルスは強大な力を持っていた。イーラはその力を持って千年の長きにわたってアルストに君臨した。だがアレクトス一世の治世下、その力は封印され、アルスは今の形となった。王宮の天守に輝く光球があるだろう。あれがその封印だ。メツはそれを狙って。でも何のために？自らの脅威にもなりかねないのでは？さあ、わからないな。いずれにせよ、奴がここを狙っているのであれば、僕らのすべきことは一つだ。そうね。あそこに見えるのが王宮だ。まずは陛下に拝謁し、事の次第を報告しなくては。